はい、どうも、皆さん初めましてなんでしょうか。ちょっとわからないですね。今回フルメタルパニックザ・セカンドレイドの監督を務めさせていただきます竹本です。パチ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 、不景気な声ですけどすいません。はい、原作やってますガトー庄司です。よろしくお願いします。パチパチパチ、だんだんだん、ピピピピピ。さて、この通り富士総合火力演習ですね。違う違いますね。違ってるいきなり間違えましたね。これ確かにチラシはそれですけど、ね、違う駐屯地帯で、駐屯地帯で、そう火力演習は当たらなくていけなかったんですね。うわ、なんか変なお兄ちゃんが映ってます。早速映りました。なんだこいつらって、あそこで焼きそば屋天皇の黒い服した人が俺ですね。そうですね、はい、白いタオルかぶってるのが竹本さん。めちゃめちゃ馴染みまくってます。しかもなんか自衛隊員と一緒に焼きそば作ってますけど。あ、すいません、嘘ですからね。今映ってるのが我々ですね。はい、この日はね、また暑くてですね、7月の何日でしたっけ、ちょっと日付忘れちゃいましたけど、7月だったんですね。そうです。でとりあえず今回ね DSR を作るっていうところにあたって、自衛隊の、ね、駐屯地帯があるので、はい、ぜひもう生のものを体験しに行こうということで、制作スタッフ、限られた人間ですけれども、みんなで見に行ったわけですけれども、ね、はい、この通りです。みんなでカメラ持ってます。はい、なんというか観光客っぽさがトントン漂ってますけど。いや、それは別に、っていうかこのテレビ映りの悪さったらないですね。なんかこう俺たちもこう、それは諦めてるので、どんどん行きましょう。いや、っていうかほら、せめてなんか普通に映ってればまだこう救いようもあるんですけれども、ね、何なんだおめえは。あ、これですね。今陸上自衛隊の主力の、数は少ないですけど、はい、200両程度というところ、戦車ですね。90式戦車、90式なのかな、90式なのか、90式っていうんですかね、ちょっとごめんなさい、僕も詳しいちょっと名称は分かんないですけど、ちなみにフルメタの中で時間とかいう時に1200とか言ってるんですけど、あれは結構あえてやってまして、はい、ね、なんとなく外人さんっぽさを出したいなと。一蓋丸々とは、そうですね、自衛隊とかだと確かにそういう呼び方になっちゃいますけどね。逆にね、自衛隊臭さとか出てしまうので、1200とか呼んでもらったりしてますね。はい、というかそうですね、さっきの話題に触れるんですけれども、僕たちね、こうやってコメンタリー撮る前にドラマ側の DVD の付録でね、ビデオの撮影で何点ですかね、あれは、なんか撮ってもらったんですよね、なんかコメントしてるところですね、ビデオコメンタリーって言うんですかね、これを見たとき、こう僕はすごいショックを受けたんですよ。何があって言って、今までね、例えば某作品でたくさん監督をなさってこう作品を作ってらっしゃる、某監督の方ですね、なんか、あの方のインタビュー見てて、うわ、なんかすごい目線を揺れるよこの人、絶対危ないよ、怪しいよとかって思ってて、こうね、仲間とみんなで笑ってたんですけどね、その DVD のね、録画したコメンタリー見るじゃないですか、なんか3以上に自分の目線が泳いでるんですよ、なんか俺の方が怪しいよって。怪しいとかね、あれはやっぱ慣れが必要なんですよね。いや、でね、それでこう、なんていうんでしょう、こう自分のその映像を見た瞬間に思ったことが、こいつが監督やるの最悪って。並んでます、これね、共同団って言って、自衛隊の中でもエリート中のエリートの方々なんですね。何しろすごいのがね、こう座って見てても結構長くてね、疲れるんですけどね、共同団の人たちはね、あの暑い中で長袖で釣ったってね、でピクリとも動かないで、そう、微動だにしないんで、1時間もね、1時間ずっとピタッと止まってるんですよね、あれはすごい、やっぱ鍛え方が違うんですね、ちょっと直接お話なんかも少ししたんですけどね、みんな男前なんですよ、我々とは及びもつかない。やっぱ鍛え方が違うから顔がキリッと引き締まってるんですよね。なんかね、こうなんていうか、こう文明社会にどっぷり疲れまくって、こう緩みきた我々と我々に比べると、男の顔ってのは生活出るなとか思いましたね。なんかさて、こんな風に、
ずっと見てるわけですね、並んでも。結構ね、これ長々とやってるとね、疲れるんですよね、見てるとね。たまに俺降りてタバコ吸いに行ったりしてました。あの、何が嫌って、あの偉いさんの挨拶が長い。偉いさんの挨拶は辛かった。あのね、いや、もちろんね、わかるんだけどっていう、なんかね、あの、いや、最近のほら、成人式が荒れる理由がまあよくわかる。だって退屈なんだもんって。そうそうそうね。ね、これね、あの、この場面あたりからね、結構みんな口半開きになってくるんですけど、ね、これは別にみんな頭が悪いわけじゃなくてですね、あ、俺は悪いかな。あの、ほこりがね、砂ぼこりは結構ひどくなってきてて、ね、いや、すごいですね、まあ、ね、鼻で息すると辛かったんですね、はいはい、気持ち悪かったんでね、あ、来ましたね、74式が今走ってましたね、はいはい、来ました、来ました。俺なんか映してないで、早く帰ってそれはどうなんでしょう。じゃあアンケート取ってみますか。74式が見たい人と加藤さんが見たい人、どっちが多いか。74式でしょ。いや、わかんないですよ。案外加藤さんの方がいいかもって。だってそれでなんか画面の中でなんか面白いことしてればいいのに。ただなんか、おお、戦車だーと思ってるだけのシーンなんで。あ、走ってる走ってる。とりあえずなんか前半パートでね、個人名出しちゃったんですけど、そこには全部 P が入りますということで。はい、まあ、きっとカットでしょう。ね、パレードが終わったちょっとみんなで食べてるところですね。そうですね。この後だから、あの、模擬戦が始まる。模擬戦、あれが面白かったし、うるさかったですね。あと埃っぽかった。そうそう、本当大変。いや、何が大変って、あの、ヘリが大変なんですよ ね、まあ、きっとこれ後で出ますからね。および左手とは、会場内の紅白幕に覆われた関越大中央から箱根に向かってみた方向を指した。なんかみんな、そろそろ来ますよ。そろそろ来ますよ。左手をご覧ください。注目です。緑色の煙が上がっているところが黒の台です。この黒の台、あそこに敵がいるという設定なんだっけ。戦車を含む確かそんなんでしたっけね。防御陣地を占領している模様です。だそうです、ね、防御陣地を占領されてるってちょっとやばいですよ ね、 ちょっとね、上陸されたようにそんなことされるとたまらないですよね。そうそうそう、何のための防御陣地だっていうのが、まあ、そういうことを言ってもしょうがない。まあ、最近はね、海外にも行ってますしね、だんだんやばい話に絡めてきてますけど、勇ましいラッパが鳴ってます、ね、でね、ここから入ってくるんですよ、今映ってる方からね、はいはい、戦車やら何やらが。あ、そうそう。で、この後ね、そうそう、74式とかね、うん、あと、あの、155mm のあの榴弾砲とか、ずる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 やってくるんですけどもね。そうそう。で、なんか俺は双眼鏡で見ていますが。そうそう。まずド派手に。あ、出てきました。OH-1。国産観測ヘリ。いや、こいつかっこいいんですよね。俺好きなんですよね。あのね、でも俺、あのね、車輪ね、あの、引っ込めてもらえないとちょっと、寂しいなっていう感じがしますね。なんかこう、コマンチっぽくなんか、で、あれがあの落っこちる映画がありますけど、あのなんかソマリアとかいうところですね、はいはいはい、これがすごいんですよ、このね、これ見ててください、これ兵隊さんたちがね、ロープスーッとしたあんな高いところからね、ヘリボン作戦ってやつですね、来ますよ、これ高いでしょ、これ、はい、この高さから来ますよ。なかなか出てこない。おい、早くしろ。あ、来た。出てきた。降りてきた。降りてきた。パシ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 。はいはい、はい、ラペリングですね。見てください、この埃。土埃。これがね、これがね、観客席まで来てね、すごかったんですよ。あのほら、あの口のところに、あのなんかスカーフかだかナプキンだか巻いてる人いたでしょ。あれ賢いなと思って。てか慣れてんでしょうね。あのほら、花粉症対策マスクみたいなあるでしょ。あんなんとか持ってくると多分いいっすよ、これ。目もね、あの痛くて、ね、開けてられないんですよ。じゃあメガネとかどうなんですかね。もうゴーグルでもつけるしかないんですよ。はい、で、これ偵察車がバーッと、はいはい、打ちながら走ってます。はい。そう、偵察車ね。まあ6輪の装輪車なんでね、ちょっとあれなんですけど、そしてまたあのさっきのヘリが戻ってくるんですね。違った。あ、これはこんなんだ。あ、出ました、はい、これがね、これうるさかったんですよ。もうこのね、なんて言うんでしょう、こう155mm 榴弾砲のこの、これね、あの映像だと大した音じゃないんですけどね、客席はもう
もうね、なんかどっかの席でね、子供連れてきて、子供のミヤギャ泣いてたりとかしてね。いや、あの、なんていうんですか、うん、これ観客席からね、打ってる場所まで100メートル以上離れてるんですけどね、うん、打った後、あの空気の壁がこうブワッと、うん、来ますね、すごい、しかもこれ空砲でしょ、これじゃあ一体実砲弾だったらどうなるんだって、でね、今海老川さんがあの耳を押さえるようにしてなんか手をで大勢持って構えてましたけど、ほらもうこのリアクション、なんか俺ピクリともしてませんねダメじゃんってちゃんとピクリとしなきゃ、耳が遠いんじゃないですか聞こえてねえとか、なんかなんかね、いや、こういうとこは強端な男だと思ってもらえるんだよ、あ、そうなんですかいや、なんか単に鈍い単に鈍いちょっと耳れよ俺そうそうそうあ、そうそう、ここでほら、あの74式はね、バンバン打ってましたけどね、結局90式ってこう、来るだけで打たなかったでしょ、俺ね、でも10年ぐらい前に、火力演習見に行った時は打ってたんですよ、でね、それなんですけれども、どうもね、なんかつるっと聞いたんですけど、90式にはどうもあの空砲がないとかなとか、あー、そうなんだ、わかんないですけど、なんかそういうのちらっと聞いたんですよ、だから人たちは打ちたくても打てないのか、ちょっとその、じゃあ実弾打てばいい、いや、ダメダメその辺はあのほら、この間の、あ、これはね、あの乗れるイベントがありまして、あ、そうそう、これ乗せてもらえるんですね、列なんですね、この列見てください、もうね、長くってね、だからこっちが、先頭走行車の方の列なんですよね、俺たちいるから、で、これ見えてないんですけど、これこの列の反対側に実はあの90式の列があったんですけど、あれがもうそっちの方はもっと長い、うん、今ちらっと映ってますけどね、ヘルメットかぶって、はいはいはい、いよいよ乗ります私、はい、またこう、このヘルメットがすいません、おいらちゃんと合わなかったんだと、ね、これ中ね取ろうとするとね、やめてくださいって言われるんですよ、なんかね、機密だから的なノリで、はいはい、俺は嫌なんですけど、他の人は取ろうとして断られてたんですよ、取りたいっすよね、そんな隠すほどの性能じゃねえだろとか思ってた、またそんなこと、でね、これほんと結構早いんですよ、洗車とかってね、足がね、そうそう、あーね、あれにね、やっぱロボット貸すの無理ですね、原作者がそんなこと言ってどうするんですか、どう考えてもダメダメダメまあ確かにね、まあそういう当たり前の結論になってしまうわけなんですけど、まあでもきっとなんとかして勝ってるんでしょう、だからほら、そこは例えばね、例えば今洗車線のレンジって大体、ね、2キロとか3キロとかそれぐらいあるわけじゃないですか、ね、まあだからそこで行けばやっぱりこう、開けた土地でないところで行けばというところで、そういうヘリクスで俺はなんとかまだ自分でヘリクスとか言うな、なんとかしてますから、ね、大丈夫、はい、走ってます、高山さんの優勝見てください、はいはい、まるで指揮官のような位置に、いや指揮官じゃないし、っていうかね、これすげえ怖いんですよ、これ、そう、あのね、振り落とされそうな、そう振り落とされたら、これ後ろにこんなでっかい選手走ってるでしょ、踏み潰されたら一貫の終わりじゃないですよね、っていうかね、コーナリングの時にマジ危ないんですよ、これマジ怖いっすね、で俺これ乗ってこう一周してきて思った感想なんですけど、よく今までこう怪我人とか出なかったなっていうてか、ね、これ怪我以前に、ね、死ぬってこれ本当危ないですよ、これ、でこの通り、あのその後はね、あの展示してある兵器を、まあ、自由に見ていいという、はいはい、あの触ってもいい、これ私何撮ってるかって、これですね、はい、MLRS ってやつです、いわゆる、おー、はいはい、これはあの一番に出てくるか出てこないかちょっと微妙なんです、微妙な、あれですね、ちょっと今のところまだ迷い中、 MLRS の、ね、ところにいたね、あの共同団のおじさんがね、やたら愛想悪くてね、怖かったんですけど、あ、そうです俺平気でなんか近くまで行ってバシバシ写真撮ってましたよ、なんかね、他のね90式のそばにいた兄ちゃんはすごいね、あの愛想良くて面白かった人だったんですけど、ね、はい、あとね、なんとかあの、OH1 のコクピットを撮りに行きたかったんですけどね、あ、まあ、結局周りにケーブル張ってあったんで入れなかったんですけど、まあ、ね、それはしょうがないかな、でもほら、資料集めで一番何が困るかって、あの外観って割とどこでもあるんですよね、うん、中がね、そう、中って一番困るんですよ、一番ね、これ大変ですね、とりあえず展示を見終わって、もうブラブラとそろそろ帰る感じ状態になりました、だらけまくってます、というわけで、まあ、お時間のわけですけど、これでようやく、まあそうですね、まあ、あの、あっちこっち行った取材も、まあ、一段落しいので、まあ、これが、まあ、なるべくこう画面に反映するようには頑張っていきたいなと思っております。もう本当楽しみにしておりますので、はい。
楽しみにしてるんですね、はい、あなたも一緒に作るんだって。そうでしたね楽しみにしてもらうって。いやもう本当ね、脚本も気合い入れて、そろそろ終盤戦に差し掛かってきてますんで、いやもう本当にバシバシといきますよ、もうねコンテもすごい出来が良くて楽しみですしね、はい、切削です、なんとか頑張っております。はい、頑張って。それでは皆さんご期待ください、はい、ではさようなら、ありがとうございました、どうも。